今竹田城のですね、駐車場に来ています。上の駐車場が、あるんですが、そこはもういっぱいだということで、もう次から次にね車来てるんだよね。今からとことこと、上の方へ向かってね歩いていきたいと思います。全く街灯がないね。真っ暗だね。健吾さんです。ちょっと撮ったら。健吾さんです。タクシーで行ったら上まで行けるってことだな。今上の駐車場に着きました。で今ね門をくぐって竹田城後に向かって歩いているところです。はい、一人当たり300円必要です。中学生以下は無料ということになってますね。じゃあ行きましょう。また真っ暗です。真っ暗の中歩いています。ブレアウィッチみたいな映像になってますね。ホラー映画みたいになってる。はい、まあ、意外とここはあの穏やかな傾斜の道ですね。いよいよお城に近づいたって感じがしますね。すごい月が綺麗です。スプライトムーン。城の、ね、上の方に向かう階段を登っていますよ。はい、足元あんまり良くないですね。この街灯がないんでね、懐中電灯が絶対いるな。本当に真っ暗なんだもん。ちょびっと頂上が見えてきたよ。まあ、安土城とは言わんが、それなりの傾斜だなこれ。石垣が出てきた。こんなとこによく城建てるな。もうすぐ夜明けです。サンライズソーン。Maybe 30 or 40 minutes。 石垣だ。うわすごい、お城の中に入ったね。これは分かりにくいと思いますがお城です。健吾さんが、健吾さん大丈夫？疲れた。本丸本殿巡路、もうすぐ夜が明ける。町の明かりが見えます。今これは一番高いところですね。一番高い場所に着きました。いやー、はいはいはい、ここが最頂上。人いっぱい。あっちが東の空だ。いっぱいいらっしゃいます。夜明けを待っている。健吾さん一体どういうオブジェに。変なトーマスの生き物みたいになってますけど大丈夫ですか。もうすぐ夜明け。はい、そして夜明けの反対側に美しい月が見えます。マックスです。今竹田城にいます。兵庫県朝来市にあります竹田城。夜明け前にここに着きまして、まあ映像を見たと思うんですが、いやー寒い。夜明け前になって急に寒くなった。健吾さんです。こうやってね人がいっぱいいるとこでね喋ってると、健吾さんはねなぜか他人のふりをするようになってしまいました。健吾さんどうして他人のふりをするんだ。はい、無理もないですね。夜が明けて周りが見えるようになったんで、これからお城の周りを見て回ろうと思います。よし、レッツゴー。他人のふりしないでください。ここが、城の一番上のとこですね。最頂上の部分でして、
まあ、あそこで皆さん東の方の空から昇る太陽をね見て、もうすぐね向こうの方から太陽が昇ると思います。もうすぐ太陽が出ます。霧が出て下の方に雲があるように感じるので、ものすごい山の上に登っているような気持ちになりますが、標高は330とかそんなんかな。ここは二の丸ということですね。 あっちがさっき言ったとこです。人がいっぱい夜明けを待っています。太陽が出るのを待っています。太陽が出てきた。夜が明けました。太陽が出てきた。霧がさーっと流れてきたりして、すごい幻想的な景色が広がっています。あ、しかも太陽のこの逆光がね、逆光がかっこいいのよ。雲が流れてきました。すごい。うわこうなるのね。すごく立派な石垣ですよ。こんなでかいものね、こんなところに作ってたっていうのはすごいね。この上にでも天守閣があったと思うとね、なんかファンタジーだね。ファンタジック。さあ帰ろう。暗くて分かんなかったんですが、こういうところを通って上に登っていたんですね。この辺はねちょっとなだらかなあの傾斜になってて歩きやすいですね。舗装されてるしね、下も。朝真っ暗なうちに来た料金所がここです。どうも、取れましたか。取れましたよ。はい、多分ね、僕らはねここから行ったんですね。 この辺から行きましたね。ここの駐車場ね止めれなかったんでいっぱいで、こっちから行きましたね。結構歩きましたよ。およそ多分ですけど、お城の上からここまで下の駐車場まで2キロちょっとというところだと思います。歩いて下りはちょっと早かったですが、行きは1時間近くかかってると思います。今朝の8時半ぐらいなんですけども、なんかねもう駐車場の列ができてますね。今日月曜日です。平日ですけども、今日はね列ができています。はい、駐車場に帰ってきた。